ソニービル・ウィリアムズはニュージーランド出身のラグビー選手ヘビー級ボクサーである。ラグビーリーグとラグビーユニオンの両方でのプレー経験がある。ラグビーリーグでニュージーランド代表となった後にラグビーユニオンでも代表となった史上二人目の選手である。現在の所属はナショナルラグビーリーグのシドニール・スターズ。リーグとユニオンのどちらのコードでもタックルを受けた時の オフロードパスの能力で知られる。ラグビーリーグではショルダーチャージでも有名だった。1985年8月3日、ニュージーランド、オークランドで生まれる。家系はサモア出身。身長194センチメートル、体重108キログラム。愛称は名前の頭文字を取って SBW である。2008年にイスラム教に改修した。2010年。 2011年のカンタベリー地震で被災。妹は女子ラグビー選手のナイル・ウィリアムズ。ラグビーリーグ選手だった父親の影響で、少年時代からラグビーリーグに親しみ、オークランド市内のマウント・アルバート・グラマースクール、卒業後、オーストラリアのラグビーリーグチーム、ブルドッグズにスカウトされて、入団、2004年、18歳でパラマタ・イールズ戦でデビュー。 その年に所属するチームは、グランドファイナル優勝、インターナショナルニューカマー・オブ・ザ・イヤー・アワードを受賞。3年目に21試合出場8トライ、4年目には21試合出場14トライと活躍、リーグ界のスターとなった。しかし、2007年にブルドックズと2012年までの5年契約を結んでいたが、その契約の1年後、2008年に、 突如フランスのラグビーユニオンクラブチーム RC ・トゥーロンに移籍した。突然のユニオン転校、チーム移籍にはオーストラリア国内では題となった。その後トゥーロンはブルドックスに移籍金30万ポンドを支払い、2010年までの3年契約を結んだ。当時トゥーロンのコーチだった元オールブラックスの英雄たな馬ガと信仰を深め、本人もオールブラックス入りを望んでいたこともあり。 2010年、フランスでのシーズン終了後、トゥーロンの引き止めもあったが、ニュージーランドラグビー協会と契約、ニュージーランド州代表選手権出場のため、カンタベリーに所属した。2010年、ベオブ・プレンティセンで ITM 杯デビューした。カンタベリーの選手権優勝に大きく貢献し、同年10月、念願だったオールブラックスに選出された。 11月6日のイングランド戦で代表デビュー、翌週13日のスコットランド戦では、最優秀選手に選ばれた。この年の欧州遠征では、同じセンターバックのマーノヌーと二人合わせて体重が212キロも、あり、オールブラックス史上最、10と話題になった。2011年、スーパーラグビーの競合クルセイダーズに入り、ワラタス戦でデビュー。2月の震災により4月に、 ロンドンのツイッケナムスタジアムで大体地開催となったシャークス戦でフォワードの怪我が多く交代メンバーがいなくなったためにフランカーとしてスクラムに参加した。2012年7月9日スーパーラグビーのシーズン終了後にジャパンラグビートップリーグのパナソニックワイルドナイツと契約することが発表された。ウィリアムズはパナソニックワイルドナイツで10試合プレーした後、 ラグビーユニオンを離れ、ナショナルラグビーリーグに所属するオーストラリアのチームに加入する予定となっている。ウィリアムズには日本で140万ドル、NRL では57万ドルが支払われることが報道されている。2016年には7人制ニュージーランド代表に選出され、リオデジャネイロオリンピックに出場したが、初戦の日本戦でタックルを受けて負傷し、離脱、ウィリアムズは リオ五輪を一試合で去ることになった。ウィリアムズは体幹を鍛えるためにボクシングをトレーニングに取り入れた。しかし、トレーニングに留まることなく、2009年5月にリングデビューし、プロ相手に2ラウンド TKO で勝利した。2011年6月、スーパーラグビーのシーズン中ではあるが、クライストチャーチ震災のチャリティーマッチを行い勝利、クライストチャーチ氏に売上金を寄付した。 現在までの戦績は7007勝3個である。2013年2月8日、WBA インターナショナルヘビー級タイトルマッチで、フランソワ・アボタと対戦10回判定で勝利し、タイトルを獲得した。しかし国際タイトルマッチは12ラウンドで行われるのが通常であり、発表されていた12ラウンドから観客だけでなく、 関係者への告知も事前になく10ラウンドで終了したことで、ボタが終盤に試合を盛り返していたこともあってフェアでないと、不満が続出、ブックメーカーが掛け金の返金に応じるなど混乱が起きた。また試合から数日後、15万オーストラリアドルの報酬で負けるようやお帳試合を持ちかけられていたことをボタが暴露している。2013年10月13日、 2015年のワールドカップや2016年のオリンピックなどに向け、ラグビー活動に専念するため、少なくとも今後3年間はボクシングを行わないことが報じられる。2015年1月31日、2年ぶりの試合で藤本京太郎と対戦したことがあるチャウジウェルバーと対戦し、8回判定勝利を収めた。ありがとうございます。